こんにちは、木村翔吾です。今回はこういった教育系コンテンツを作るチュートリアル YouTuber の僕がどうやって一本の動画を作るのかっていうのを紹介したいと思います。僕が動画を作る全工程を公開しながら、最初の企画段階から投稿まで全て解説していきたいと思います。これから YouTube を始めたいと思っている方、今やってるけど若干最近伸び悩んでるなぁと悩んでる方、そういった方に参考にしてもらえたらなと思います。ぜひ最後までご視聴お願いいたします。それでは一つ目は企画とリサーチです。まず僕はどんな動画も企画とリサーチから始めます。僕の場合、教育系ジャンルチュートリアルハウツー動画なので、視聴者の方がどういった悩みを持っているかっていうのを Google 検索や YouTube 検索で調べます。このリサーチっていうのは、僕にとっては動画のタイトルとなる検索キーワードのリサーチです。例えば同じようなジャンルで運営されている YouTube の方のどういった動画がヒットしているのか、海外の事例はどうか、そういったことを調べていきます。頭の中に動画のアイデアが浮かんだとして、それをすぐに撮影するんじゃなくて、まずは検索窓にそのアイデアのタイトルとなるキーワードを入力してみる。例えば最近買ったこのガジェットを紹介したい、でも世の中ではこのガジェットとこのガジェットの比較動画が求められている、そういった視聴のニーズっていうのをあらかじめ調べることで動画のテーマを決めることができるんですね。もちろんね、 YouTube チャンネルを運営されている方はそれぞれ皆さん投稿ジャンルが違うと思いますので、一概にこの僕のやり方が正しいとは言えないんですけども、僕はまず動画のタイトルをキーワードとして抽出してから、それをリサーチしてこうするかどうかを決めます。このリサーチに関してはキーワード検索ツールを使うとかでもいいんですけども、YouTube とかだけじゃなくて他の SNS やブログなんかを読みながら、あ、これ動画にしたら面白いかなって思うことをちょくちょくとね、メモとして取っておくのがいいのかなと思います。そして動画の方針、テーマが決まったら、次は台本を書いていきます。やっぱりこの台本があるとないでは全然情報のね、整理度が違うので、ぶっつけ本番でペラペラと喋って動画が簡潔にまとまる方だったらいいんですけども、そういった方は少数派だと思うので、台本を用意した方が僕はいいと思います。僕は普段ね、 Google ドキュメントを使って台本を書いています。台本に一語一句全て書いてそれを読み上げるっていうスタイルの人もいるんですけども、僕はそれをやっちゃうとカミカミになっちゃうのでやってません。まずは一番最初に動画のタイトルを決めます。これは先ほどの企画リサーチの段階で調べたキーワード、これをベースにクリックされそうな、興味を引きそうなタイトルを作ります。そしてその次に動画の大まかな構成を書いていきます。僕の場合であったら動画の概要、背景の説明、次に結論、そして根拠を1つか2つか3つぐらいでまとめて最後に締めです。ちなみに僕が一番意識しているのは動画の導入部分です。視聴者さんは15秒から30秒ぐらいの間に大半が離れていっちゃいます。その間にこの動画の概要全てを簡潔に伝えないといけないんですね。これにはかなり神経を使いながら、どうやったら伝わりやすいかなっていうことをいつも考えています。旅行の Vlog や街歩き動画のように台本がね、必要ないパターンの動画もあると思います。ただそういった場合にでも、完成形の動画がどうなるのかっていうのは大体頭の中でイメージしておくべきだと思います。例えば家を出発して A 地点に行って、そこから B 地点に移動して帰宅するみたいな Vlog があったとして、その全体像が分かっていたら、そのつながりがスムーズになるように、じゃあ A 地点から B 地点までの移動はなんか音楽に合わせてカットをテンポよくつないでみようって思ったら、様々なカットが必要っていうことが分かりますし、映像が間延びして視聴者の方が離脱してしまうのを防ぐこともできますよね。ですから文字として書く台本っていう意味に限らず、動画全体の構成を把握しておくっていう癖はつけるようにしましょう。そして台本までできましたら、次はいよいよお待たせしました、撮影になります。実際に僕が撮影している時のセットアップはこんな感じになります。胸にはピンマイクをつけて、ここの、Zoom H1 というハンディレコーダーで、音声は別撮りで撮ってます。でカメラがここにあって、照明が手前、僕の視点から見るとこんな感じです。こちらに、カンペ用のスマホがあって、富士フィルムの一眼レフですね。ものによっては普通に iPhone で撮影したりもしてます。でこちらがね、ファルコンアイズっていう会社が出している大きめのパネル LED ですね。やっぱり仕事終わりの夜に撮影することが多くて、部屋がね、暗くなっちゃうんで、夜でも撮影できるように大きめのライトを購入しました。これらのライトとかスタンドっていうのは、最初から僕も全部揃ってたわけじゃなくて、徐々に買い足していったっていう感じになります。
カメラの上に乗ってるマイクはゼンハイザーのものですね。で、これが手元にあるのがズーム H1 で、今の僕の音声もこれで撮ってます。これについてるピンマイクっていうのはロードの、ピンマイク、ラベリアマイクになります。こんな感じかな。僕は今この画面に映ってるように 4K で少し広めに画角を撮って撮影しています。で、編集の段階でこの辺りにテロップが出てくるので、その時に切り取りしたりカットしたりしています。撮影をする時に意識していることは、できるだけ早口にならないようにゆっくり喋ること、そしてカメラのレンズに向かってちゃんと話をすること。今僕が撮ってるカメラっていうのは、この横にディスプレイがあって自分が映ってるんですけども、そちらを見てしまうとちょっと目線が泳いでしまって、正面を見て話してないように視聴者の方は感じるので、僕はまっすぐとレンズの向こうの人を意識しながら撮ってます。あとはちょっとした小ネタなんですけども、カメラの視点の位置を自分より少し上に上げてます。そうすることで少しね、僕が上を向いて話すような感じになります。なんか昔ね、カメラのセッティングが低かった頃に態度がでかいとか、そういったことを書かれたのがちょっと心の中に残ってまして、それからカメラのレンズの位置は自分よりちょっと上にしてます。続いてお話ししたいのはサムネイルの作成です。実は僕はサムネイルの作成に関しては、動画を撮影する前にあらかじめいくつか構図のパターンを決めています。 iPad や紙なのにサムネイルのイメージを書いておきます。いくつかの言葉を並べて、その横に自分が立っているような構図、そういったざっくりとしたイメージ、下書きを書いておきます。そして動画を撮り終わった後に、最後にカメラの前で、それらの下書きの通りにね、いくつかのポーズをこうやって撮って、で、それで後でサムネイルの作成に使えます。僕の動画のサムネイルはだいたい僕が立ってその横に文字があるイメージが多いと思うんですけども、これはですね、さっき撮ったそのサムネイルの構図に合わせた自分のポーズ、この瞬間を切り抜いて、で、それの周り、背景をカットして、で、キャンバという、ソフトとかを使いながら、サムネイルの文字組みをしていくっていう感じですね。で、文字の量はだいたい10文字ぐらいになるようにして、あんまり細かく書きすぎない、それは意識しています。あとは YouTube のね、アプリでもウェブサイトでもいいんですけども、この動画の画像サムネイルを見ていると、右下と左下には何かしらの要素が、重なっているのがわかると思います。ですから、そこの部分にはできるだけ読ませたい文字は置かない、その意識は大事です。 YouTube を始めたばかりの頃っていうのは、動画の中の一部の絵を、サムネイルとして使う方が多いと思うんですけども、こういった感じで別撮りでサムネイルは用意するっていう意識を、どっかに置いておくと、より完成度の高いサムネイルができるようになるのかなと思います。では撮影が終わって、サムネイルが終わって、次は動画編集です。一番時間がかかるパートですよね。僕は大学生の頃に iMovie で初めて動画編集をして、で、そこから Final Cut Pro に乗り換えて今に至るので、慣れていて楽っていうのがあります。皆さんそれぞれの動画編集ソフト、スマホとかパソコンで使われてると思うので、詳しくは述べないんですけども、大体僕の編集の流れとしては、まず動画の素材をそのままパソコンに入れる、そこから時系列ごとに動画素材を並べてカット編集を先に終わらせます。この時は細かいところまで詰めずに、一旦ね、先に全部のカットをバババって終わらして、その後に音のつながりがおかしいところとか間の調整をしながら綺麗にカットを整えていきます。もちろん動画のジャンルによってこの工程の前後はあると思うんですけども、僕は一番最初にカット、そしてその次にテロップで音、最後にカラーです。この順番で調整していきます。こういった動画の前後で合わせて2時間ぐらいでできればいいなっていう感じの目標でやってます。もちろん僕も動画編集1本あたりに6時間とか7時間とかかけてました、最初の頃はね。なんかね、動画編集やってると最初から最後まで何回も見ちゃうんですけども、その回数をできるだけ減らすっていうことを意識して、テンポよく編集を進めていきましょう。それでは動画編集が終わったら、いよいよ投稿です。基本的には僕は編集が終わった動画をそのまますぐ投稿して公開っていう風にはしません。一旦 YouTube にアップロードしておいて、数日後にスケジュール設定で公開するようにしています。動画を作り終わった後でテンションが上がって、もうすぐ公開したいっていう気持ちもあるんですけども、それでも一旦落ち着いて、まずは動画のタイトルと概要欄しっかりと書くようにしましょう。 YouTube アプリ上で動画をアップロードしたら、公開する前に一旦 YouTube の中でそのプレビューというかチェックができるんですけども、その際に編集の時には気づかなかったミスに気づくこともあるので、あとは携帯の画面とパソコンの画面の色の違いとかね、
そういったことにも気づけるので、動画をすぐに公開したいっていう気持ちは一旦抑えて落ち着いてね、チェックするようにしましょう。で、このスケジュール設定なんですけども、毎週決まった曜日に公開できるようになると理想ですね。僕の場合だと毎週金曜日の夜ぐらいに公開できるような設定で動画を投稿しています。毎週例えば土曜日に撮って日曜日に編集して次の水曜日に公開するみたいなルーティンができると、コンスタントにね動画を積み上げることができます。で、2つ目は視聴者の方もその方の動画の公開の時間っていうのが大体分かってくるので、それを楽しみに待ってくれるようになるっていうことです。動画が公開されたらすぐに見てくれるようになります。この視聴者の方、ファンの方に楽しみにしてもらって動画を公開してすぐ見てもらう、公開の所得、これをつけることは YouTube のアルゴリズムにとっても非常に有利に働きます。有名 YouTuber の方でも毎週何曜日何時投稿みたいな感じでスケジューリングをしている方が多いですよね。それは彼らにとっても自分のリズムを作ることができるっていうのと、視聴者の方に楽しみにしてもらうっていう2つのメリットがあるからなんですね。こんな感じで僕が YouTube の動画を作る際の企画から投稿まで最後までお話ししましたが、いかがだったでしょうか。この動画を見てくださっている方は YouTube 動画を制作している方も多いと思うので、皆さんの動画撮影の裏側であったり継続するためのコツなんかも聞いてみたいです。よかったらコメント欄から教えてください。最後になりますが、この動画が参考になったと思われる方は僕のやる気アップのためにぜひ高評価をよろしくお願いします。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。さようなら。